お前たち、男は化粧すると思うか？俺は知ってるんだよ。今の時代はな、男でも化粧する。これはもう常識なんだ。僕もね、いつまでもこんなすっぴんでいるわけにもいかないんで、今日は自分でちょっとメイクをしてみようと思います。ちょっと恥ずかしながら頑張って薬局でね、化粧品を買ってみたわけですよ。化粧品を、これはなんだろう、コージースプリングハートアイラッシュ。これアイラッシュですね。これはなんか目の、あれ、つけま。肌にポンポンポンってしてる、ポン。ふんわり溶け込むね、ニューハーフ顔のチーク。違う、立体ハーフ顔のチーク、リップ美容液、さくらんぼ色のリップ、リキッドアイライナー、7色にきらめくラブリーなパッチリ目のねアイカラー、ファンデーション、これはねファンデーションです。というわけで、私の部屋の下に先輩と友達がいるんだけど、私がね綺麗なお化粧をして驚かせに行くの。やるぞ。俺はいつも佐々木朝日さんの動画見てお化粧のね研究をしてるからね。ちなみにちょっと眉毛がなくなっちゃってさ、ひげ剃りで眉毛をちょっと整えようとしたら全部なくなっちゃった。じゃあ早速やっていこうと思います。俺でも朝日さんの動画いつも見てるからね、大体わかるんで。まずはファンデーションです。これはもうね鉄板だよ。指にねちょっと取るくらいがね一番いいってね朝日さんが言ってた。で、肌にこうね部分的にこうつける。で、肌になじませる。これね大事、とても大事よ。化粧、このね、もうファンデーションからね、女は勝負決まってるわけよ。これで肌の生地は完成よ。チークだな。とりあえず、ニューハーフ顔のチークをつけましょう。ブラシで適量を含ませ、手の甲で色の付き具合。ブラシ持ってないわ。歯ブラシで代用しましょう。いろんな色がある。歯ブラシで。やばいぞ、これやばいぞ。こういう感じで、チークをしっかり肌になじませていきます。いい感じだ。あ、でも、おこれが着てるんじゃね？かわいい。多分ね、朝日さんだとこの場合は多分先にアイライナーかな。アイライナーつけます。アイライナーがまず何かわかんない。アイライナーってわかった。これかクッてなるやつか。よし、あ、間違えた。ちょっと待って待って、これしよう。こう、そう、うん、いい感じ、いい感じ。これいいんじゃね。これでもアイライナーはバッチリだと思います。もうわけわかんない。とりあえず口紅だ。口紅塗りましょう。さくらんぼ色の口紅です。どうやって塗るんだ。なんか口紅もおかしくね。マジか、いい感じだ。もう一息だ。眉毛がねえわ。ちょっとアイカラーで眉毛を描きましょう。アイカラーのこの茶色いのを使って眉毛を描きましょう。うん、完璧。じゃあこのまま目までいきましょう。じゃあ目はちょっとラブリーな感じにしたいので、ピンクで朝日さんのどうかしら。ちょっともうちょっとチークがね多分ね強くてもね私いいと思うわけよ。うん、眉毛もちゃんと生えたし、もう一息だと思います。どうやってつけまつげなんてするの。取れた。おかしくね。これいいの。あ、来たんじゃね。あ、これ来た。あ、できた。あれでもなんか目がおかしい。あ、なんかおかしいよねやっぱり。まあいいや、そのこれつけまつげはバッチリです。いかに目の周りを綺麗に見せるか、それがまあ勝負ね。鼻のラインをねこう入れることで顔がね小さく見えるって朝日さんが言ってた。ちょっと変になってきてるな。チークが強くなってきた気がするな。唇にちょっと茶色を入れてこうチョコを食いかけてたみたいなお茶目な感じも入れていきたいですね。おかしくなった気がするけど完成です。どうかしら。で早速先輩と友達のところに行ってみましょう。